愛してる。愛してる。愛してる。スバル、いつかお前とも向き合うよ。愛してる。それはそっくりそのまま私から君への疑問でもあるのだが、うん、スバル、どうした？顔色が優れないが。スバル、スバル君、どうしたんですか？スバル君。手のかかることね。そこどきなさい。急病人が通るわ。スバル君、スバル君。スバル君、お水です。飲めますか？ああ、助かる。なんとか、うん、大丈夫だ。そうですか、残念です。スバル君が水も飲めない状態ならレムが甲斐しくお世話したのですが。それはまあ、うん、別の機会に取っておくとするわ。はい、ゆっくり飲んでください。急に飲むとお腹がびっくりしますから。心配かけて悪い。姉様とユリスは？広場の方で駆けつけた方々の対応を。レムたちがエミリア様の陣営の者が関わったことは伏せています。そうか、その話はできてたか。それならまだマシだったな。
偽の応戦候補者はメルディちゃんってことだよな。推測は正しかったか。さすがは俺、迷宮なしの名探偵。探偵業したことないけど。ウォルフナ、サルム。俺を焼き殺したあいつの切り札は、プーカの魔法だったのか。メルティちゃんとサルムが兄弟で、サルムはメルティちゃんを勝たせるためにあんな真似をしでかしてる。フーカもそれに従ってるのか。ティーガのやつもそれを知ってて、メルティちゃんはどこまで協力して。ああくそ、考えがまとまらねえ。まとまらねえけど、とにかく話してみるしかない。スバル君、考えがまとまったみたいですね。おいおい、俺の独り言聞いてなかったのか。考えがまとまらねえって嘆いたばっかだよ。そうでしたね。でも凛々しい顔をしていて、レムはとてもドキドキしてしまいます。悪い目つきがもっと悪くなってるってことか。素敵です。素直に受け取りづらい褒め言葉けど、ありがとうよ。いっそ下手くそなステップで相手の手のひらに風穴を開けてやるぜ。はい、その息です。ではどうしますか。姉様とユリウスには悪いが、広場の方はこのまま二人に任せよう。俺たちは俺たちでやりたいことがある。やりたいことですか。ティーガと話がしたい。ティーガ様と。でしたらさっきまで一緒に。そうだったんだけど、あいつらもスタコラさっさと逃げただろう。で、話したいことはその後できたんだ。試してみる価値はある。ただし、その場合あいつらに見つかるわけにはいかない。俺はあいつらに警戒されちまったらしいから。俺が有能とか切れ者とか一体何の冗談なんだが。それが俺、夏希スバルでござい。はい、それがスバル君です。レム、今の肯定されると割と俺の立つ瀬がない感じ。
まあいいや。とにかく今は迂闊に動けない。ヘーダー撃つとまたウォルフとの再戦だ。かといって正面から教会を訪ねるってのもクソ度胸すぎて俺には無理。一体どうしたもんか。あ、なんだ兄ちゃんたち、こんなとこで何してんだよ、珍しい。え、ここはオートの路地裏だぜ。遊んでると尻の毛までむしられても知らねえぞ。フェルト、お前こそなんでこんなとこに。なんでも何もねえだろ。オートの路地裏は私の庭だ。庭歩いてて文句言われる筋合いはねえよ。フェルト様、スバル君が言いたいことはそういう意味ではないかと。ああ、わかったわかった。どうせ兄ちゃんもラインハルトみてえにはしたないとかおしとやかにとかだろ。そんなお行儀のいいお姫様が欲しいならそもそも私を選ぶんじゃねえよ。私は私だ。私であることは死んでも曲げねえ。だから路地裏に来るのもやめてね。最後の部分は微妙に理屈通ってねえよ。しかしおかん無理だな、お前。もしかして城でなんか嫌なことあった？はっ、どうってことねえよ。ただ偉そうなジジイどもが揃いも揃ってぐちぐちつまらねえこと並べ立てやがる。それでむしゃくしゃしてこうやってうさばらししてんのは違いねえよ。スバル君、フェルト様がおっしゃっているのは。ああ、城の事情聴取だな。エミリアタンと同じでフェルトのやつも今日がその日だったのか。おかげでこっちは不機嫌フェルトの相手をしなくちゃならないことに。お、あ、なんだよ、今度は兄ちゃんまで私をイラつかせるつもりなのかよ。自分で言うのもなんだけど、私はキレると何するかわかんねえぞ。なんて説得力のある脅し文句だよ。けど今はお前に構ってる暇がねえんだ。しばらく路地裏散策でもしててくれ。ってお前、護衛はどうした？危ないって聞いてないのか？本気で今更だな兄ちゃん。ラインハルトは、あいつなら忙しくしてていねえよ。なんかオートのあちこちで火付けが起きてるらしくてよ。火付け？それって放火ってことか？そうそう。でその大将に追われてるんだと。犯人がなかなか捕まらねえんだよ。であいつが留守にしてる間、私は私で動けてるってわけだ。なんだよ深刻な顔しやがって。私の逃げ足は知ってんだろ。変質者なんかに捕まったりしねえって。フェルト様、差し出がましいですが、あまり相手を侮っては。いやー、お説教やめろ。なんで自分の庭でそんなことまで言われなくちゃなんねんだよ。ラインハルトのやつにあっさりと捕まってもおかしくない。どこまでも気が滅入る。気にしすぎんなよ兄ちゃん。今んとこぼや騒ぎばっかで死人は出ちゃいねえらしいから。それは。いくらなんでも飛躍しすぎだ。落ち着けバカ野郎。希望的観測で話を進めるな。
俺は悲観的すぎるぐらいでちょうどいい。なんかわかんねえけど、これはブツブツ言わせといていいのか？はい、ブツブツ言わせておいて大丈夫です。今スバル君が精一杯いろいろ考えてくれている最中ですから。光栄な評価だけど期待は重いな。ともあれ、方針はさっきと同じだ。ひとまずティーガから話が聞きたい。そのためにあいつと会いたいんだが、迂闊に教会には近づけないな。なんとかあいつとだけ話せるのが一番なんだが。いちいち話が飛ぶせいでわかんねえけど、兄ちゃんずいぶん悩んでるじゃねえか。一緒に視線もくぐった仲だ。相談なら安く乗ってやるぜ。気持ちはありがたいよ。金取る気なのはともかくとして、けどお前に話しても話しても。おい兄ちゃん。スバル君、今俺が教会に近づくのはリスキーすぎる。だから代わりに誰かが教会に侵入してティーガを呼び出してくれれば。兄ちゃん、今なんか諦めたな。ふん、図星って面してやがるぜ。いや、そのフェルトさん、一体急に何をおっしゃられますやら。ごまかすの下手かよ。フェルトさんとか背中が寒くなるような呼び方いきなりしてくんじゃねえ。その情けねえ面見たら大体わかんだよ。勝手に諦めて見限ったやつの面ってのはいつもしょぼくれてやがるからな。フェルト、言ってみろよ、思いついたこと。今兄ちゃんが思いついたくせに勝手に諦めたこと全部私に聞かせてみろ。私の手に負えねえかどうか、それは聞いてから私が決めてやる。勝手に私に値札つけてそれで見限ってくれてんじゃねえぞ。フェルト、お前。ああ、そうか、そうだな。なんだよ。いや、今更だけど思ったんだよ。お前、本当に応戦候補者なんだなって。けっ。ってわけで、教会の中にいるティーガと連絡をつけたい。俺とかレムじゃそこがかなり不安だ。だからすばしっこいお前の力が借りれるとすげえ助かるんだが。あのフェルト様。あ、ああ聞いてる聞いてる聞いてるし、やりてえことは分かったけどな。やっぱり危ないか。そうじゃねえよ、私が言いたいことは一個だけだ。この貸しは高くつくぜ。フェルト、それじゃあ。やれねえとかやらせられねえとかそう思われてんのも尺だしな。引き受けてやるよ、兄ちゃんの頼み。その代わり、いや、これはまあいいか。なんだよ、気になるから言えよ。そこまで言ったら言ったみたいなもんだろ。フェルト様、お礼のことでしたら何でもおっしゃってください。レムが一生かけてもお支払いします。そんな重たいこと頼まねえよ。ああ、ただ思っただけだよ。あのメルティって姉ちゃんの教会を兄ちゃんがこんな警戒してるってことは。ああ、明言はまだできないけど。そうかよ、懇親会であの姉ちゃんがくれた菓子うまかったんだけどな。
んじゃ、準備始めるとすっか。あのニヤケズラの兄ちゃんに出てくるように言ったらいいんだよな。ニヤケズラって、わかる評価だけども、なんて伝える？兄ちゃんが呼んでるでいいのか？ああ、そうだな。それで商業街の酒場に…いや…マイフレンド。あ？マイフレンドが呼んでる。そう言ったら信じてくれるはずだ。マイフレンド？覚えづれえな。まあいいけど。んじゃ、まやったりますか。記録しますね。どちらにしましょう。俺はメルティちゃんのことを疑おうとも思っていなかったんだよな。レムは最初から疑っていましたよ。え、そうなの？メルティちゃんのどこがそんなに怪しかった？怪しくはありませんでしたけど、レムはスバル君に近づく女性は全員疑っていますよ。笑顔でそういうこと言うのやめようね。怖いよ。もちろん純粋にスバル君を慕って接近するのであれば邪魔はしません。ですがスバル君をたぶらかして利用したり悪の道に引き入れようとする者がいれば、レムは決してそれを許しません。おお、なんかレムが頼もしく見えるぜ。記録しておきます。たぶらかされるならレムにしておいてください。考えておくよ。たぶらかされるなら。セーブしておくよ。兄ちゃん、そうだそうだ。何事もほどほどがいいんだ。儲けすぎると必ずその反動が来る。だからほど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 。何にしても、もう少し情報が必要だな。あの野郎ですか？それって変な言い方ですよね。もちろん、私も嫌いですよ。でもそれでもお母様は女ですから、その言い方だと違和感かなって。母様だと。俺が知ってるペテルギウスは男だったし。ごちゃごちゃ考え。記録しておきます。あの教会につ…そうだな、知り合いにも熱心なし、兄ちゃんも一度礼拝に行ってみたらどうだい？
あの教ごちゃごちゃ。なあ兄ちゃん、例えばの話だけどよ、教会のどっか別の場所でぼや騒ぎなんかが起きたとする。そしたらどうなると思う？どうなるって、そりゃ状況を確かめに行くんじゃないか。ああ、みんなそっちに気を取られて他の警戒は緩むはずだぜ。そうすりゃ三宅面の兄ちゃんとの接触もしやすくなるだろうな。俺に放火魔になれってのか？例えばの話だよ。例えば誰も兄ちゃんに火をつけろとか、つけるなら怪しまれないように厨房みたいな火の気があるところがいいなんて言ってねえだろ。思いっきり言ってるよね。何も本格的に燃やす必要はねえんだ。ちょっとした騒ぎになれば十分だよ。他に手があればそっちでもいいぜ。礼拝堂に龍車が暴走して突っ込んできたりとか。そう都合よく暴走してくれる龍車なんかいるわけねえだろ。だから何でもいいんだよ。ちょっと周りの気を引くことができればさ。頼んだぜ兄ちゃん。うん、書き留めとくぜ。援護は頼む。援護はごちゃ。スバル君。もちろんだ。よし、頼んだぜフェルト。ああ、任せときな兄ちゃん。よし、これからティーガへの接触を図るわけだが、何か質問はないか？私は教会に忍び込んで、兄ちゃんが酒場で待ってるって伝えればいいんだよな。ああ、その通りだ。ティーガから警戒されないように、マイフレンドが酒場で待ってると伝えてくれ。あと、ティーガとの接触は誰にもバレずに実現したい。特にサクラにだけはバレるわけにはいかねえ。ああ、わかってる。そのために兄ちゃんも協力してくれるんだろう？もちろんだ。全力でサポートするよ。んで、フェルトが教会へ侵入したら、俺は酒場に行ってティーガの到着を待つ。まあ、いろいろ察してはいるんだけどよ。その、なんだ、サクラって姉ちゃんが向こうの親玉なんだよな。ああ、詳しくは言えねえんだけど、まあそんなところだ。じゃあティーガって兄ちゃんは兄ちゃんの味方なのか？それはわからねえ。は？今なんて言った？ティーガが味方かどうかはわからねえって言ったんだよ。それを確かめるためにあいつとはちゃんと話がしてんだ。おいおい、あのにやけ面の兄ちゃんが味方かどうかわからねえなんて危険度高すぎじゃねえか。その通りだフェルト。今からでも遅くはねえ。降りるなら今のうちだぜ。私が降りたら兄ちゃんたちはどうすんだよ。俺とレムで頑張ってティーガとの接触を試みるよ。はい、スバル君のためにレムも頑張ります。ふん、そういうわけにもいかねえだろ。兄ちゃんたちだけでどうにかできるわけねえし。ま、ティーガって兄ちゃんは味方だって可能性が高いんだろうな。じゃねえと話したいとは思わねえもんな。ああ、その可能性が高いと思ってる。あいつは協力してくれるはずだってな。そいつと話せばいろいろはっきりするのか？ああ、そうだ。いろいろ見えてくるんじゃねえかって気がしてる。あいつらが置かれている立場も含めてな。それで兄ちゃんには策はあるのか？私が教会に忍び込むのをどうやって援護するつもりだ？さくらの目をどうやってそらすかだよな。さくらって姉ちゃんだけじゃねえぞ。あの教会を警備してる衛兵どもにだって見つかるわけにはいかねえだろ。ああ確かに、衛兵に見つかってもさくらに報告されちまうもんな。もし三宅面の兄ちゃんが味方だとすると、さくらって姉ちゃんにとっては敵だってことになる。
帳簿に記録しておきますね。ティーガっていう兄ちゃんのためにも、衛兵どもにも、サクラって姉ちゃんにも、絶対にバレるわけにはいかねえ。ああ、そうだな。ティーガもメルティちゃんも何か事情があって泣く泣くサクラに協力してる可能性が高いんだ。俺たちと接触したことがバレたら、ティーガたちにとってかなりのマイナスになる。下手したら命が。あのお二人には命の危険があるんですか？ああ、最悪の場合はな。スバル君？いや、悪い。ちょっと嫌なこと思い出しちまった。でももう大丈夫だ。心配かけて悪かったな、スバル君。んで、話を戻すけど、とにかくティーガには慎重に接触を試みる必要があるんだ。ああ、分かってる。そのためにもあいつらの注意をそらす必要があるぜ、兄ちゃん。サクラや衛兵の注意をそらす方法ね。スバル君、レムは何をすればいいでしょうか？レムにもお手伝いできることがあるはずです。そうだな、確かにレムにもできることはありそうだ。だったらサクラって姉ちゃんの気を引いてもらうってのはどうだ？話す話題は何だっていい。あの姉ちゃんに話しかけて気を引いてくれたらすげえ助かる。わかりました。フェルト様が見つからないようにサクラ様の気を引かせていただきます。それじゃあその合図は俺が出すよ。俺が合図を出したらサクラに話しかけて注意をそらしてくれ。頼むな、レム。はい。あとは見回りの衛兵たちをどうするかだな。よく考えねえと。こういう場合、物音を立ててそっちに注意を向けるってのが王道だよな。確かに物音の方に注意が向けばバレる可能性は低くなるだろうな。警備をしている衛兵は念のため物音がした場所を確認しなきゃならねえだろうし、そうすりゃ少しは時間も稼げるんじゃねえかな。確かにその通りだな。使い古されたやり方かもしれねえけど、効果があることは間違いねえ。まあ効果があるから王道なんだろう。ということで俺は物音を立てて奴らの注意をそらせねえか試してみるよ。頼んだぜ兄ちゃん。でもくれぐれも慎重にな。で兄ちゃん、私はさくらって姉ちゃんもそうだけど、教会を警備する衛兵どもも強敵だと思うぜ。あいつらは警備に長けてる。衛兵どもの目を盗むのは簡単じゃねえ。さすがフェルト、実感がこもってるな。まあ衛兵どもとはいろいろあったからな。それで兄ちゃんに相談なんだが、ちょっと様子を見ねえか？様子を？ああ、少し衛兵どもの動きを観察しよう。教会に侵入するのはそれからでも遅くねえだろ。まあそうだな。教会を警備してる衛兵たちのことももっと知っておいた方がいいな。それでどうだ、衛兵たちを観察してみてどう思った？ああ、やつらの動きは大体把握したよ。でもなんか引っかかる。うまく言えねえんだけど。ああ、確かにあいつらただの衛兵じゃねえよな。一見普通の衛兵なんだけど、よく観察すると異様さが伝わってくるな。だいたい教会ってこんなに警戒しねえといけない場所か？衛兵の巡回経路の一つってならわかるが、完全にあいつらはこの教会専属だ。応戦候補者がいるんだ。
専属の衛兵がいてもおかしくはねえだろよ。実際私のとこだってラインハルトのやつがいるのに衛兵がうじゃうじゃ嫌がる。まあそりゃそっか。ってそれにしたってやっぱ変だろ。おお、私もそう思うよ。あいつらは城から派遣された衛兵ってよりは完全に教会側の人間に見える。俺の考えは、さくらが持った特別な力の影響かもしれない。兄ちゃん、特別な力ってなんだ？知ってることがあるなら教えてくれ。ああ、もちろんだ。多分なんだけど、あいつには虫を操る能力がある。虫をですか？そうだ。レム、覚えてないか？虫がエミリアタンのフードに侵入してエミリアタンの正体がバレちまったのさ。スバル君、レムにはそのような記憶がありません。おっと、そうでした。とにかく、サクラは虫を操れるんだよ。特別な虫の力で、あの衛兵たちが操られてるのか、単純に強烈な恐怖を与えられて、サクラに従わざるを得ないのかは知らねえ。でも、あいつらは完全にサクラのしもべだ。あいつらに見つかるってことは、サクラに見つかることとイコール。衛兵たちにも絶対に見つかるわけにはいかなそうだな。その通りだ兄ちゃん。衛兵どもに見つからないようにくれぐれも注意して行動してくれ。ああ、見つからないように気をつけるぜ。よし、話し合いはこんなもんでいいだろう。私はいつでも大丈夫だぜ兄ちゃん。フェルトが大丈夫なら俺からは特にねえよ。それじゃあ兄ちゃん。ああ、侵入ミッション開始だ。フェルト、レム、打ち合わせ通り頼むな。記録に留めておこう。さて、どうする？くそ、鍵がかかってやがる。落ち着け兄ちゃん。鍵は衛兵が持ってるはずだ。兄ちゃんが引きつけてくれたら、その隙に私が抜き取ってやるよ。よし、異常はないな。異常なしだ。援護するために右側の扉から潜入するのが良さそうです。ああ、分かった。右側の扉だな。やってみるよ。お願いします、スバル君。
どうした？何かあったか？そうなんです、なんか怪しい影を見たんですよ。怪しい影だと？そうなんです、怪しい黒い影が教会に忍び込もうとしてたみたいなんです。いや、そんなはずはない。俺はそんな影は見てないぞ。そうですか、あれは気のせいだったのかな。すみません、最近疲れてるみたいで、俺の見間違いだったかもしれません。まあ、そういうことはあるさ。疲れてるなら早めに家に帰って休むといい。そうっすね、そうさせてもらいます。兄ちゃん、こいつを使ってくれ。ここで鍵を使って。こちらも異常はないな。よし、こいつで試してみよう。せーの、そりゃ。何事だ？なんだ、荷物が崩れたのか。それにしてもめちゃくちゃじゃないか。何があった？積んであった荷物が崩れたのか。でもこのままってわけにはいかないよな。異常なしだ。お、兄ちゃん、あいつ邪魔だな。ああ、でもレムが引きつけてくれるはずだ。その隙に通り抜けよう。こちらも異常はないな。悪いなレム、扉の前にサクラがいるせいでフェルトが身動き取れねえんだ。サクラに話しかけてあいつの注意を引いてくれねえか。わかりました、サクラ様に声をかけてみます。ああ、頼んだぞレム。異常なしだ。サクラ様、少しよろしいですか？バリーナ、兄ちゃん、ここまで来たらあと少しだ。ああ、早いとこ終わらせてえが、焦りは禁物だよな。もちろんだ、ここからが重要だ。慎重に進もうぜ。こちらも…あら、スバルちゃんといつも一緒のレムちゃんじゃないですか。一人で来るなんて珍しいですね。ちょっと今日はサクラ様とお話がしたかったものですから。私とお話？一体どんなお話でしょう。いえ、大したお話ではないのですが、ちょっと世間話でもどうかなと思いまして。レムはサクラ様とお近づきになりたいと思っています。あら、嬉しいですね。
私もレムちゃんとお近づきになりたいです。扉が開いてる。誰かいるのか。この辺でいいですか。十分お近づきになれたはずですよ。怪しい虫が忍び込んでるみたいですよ。早く引っ捕らえてください。はっ。ベルト、逃げろ。バカ、兄ちゃん早まれだ。あら、悪い虫がもう一匹。自分から出てきてくれて助かりました。そっちの方が害が大きい虫です。まずはスバルちゃんから捕まえてください。手荒な真似をしても構いません。わかりました、さくら様。では、まずはこやつから。兄ちゃん、スバル君。メルティちゃん、ガイアは黙らせてもらえますか。レムさん、フェルト様、スバルさんは大丈夫です。くそ、意識が遠くなってく。ちくしょう。おはようございます、スバルちゃん。あ、いえ、おそようございますですかね。よく眠れましたか。この子たちを見ても悲鳴をあげないなんて、スバルちゃんから頼もしいですね。スバルちゃんももしかして虫がお好きなんですか。好きなんかじゃねえよ。いろんな経験をしたせいでそういう感覚が麻痺してるだけだ。ダメだ、気持ち悪い。あらあら、吐いちゃうほど嬉しいんですね。喜んでもらえて嬉しいです。吐いちゃうほど嬉しいってどんな状況だよ。俺全然嬉しくなんかねえから。あら、こんな状況でまだ減らず口が叩けるなんて大したものですね。うちの子たちにもスバルちゃんのずぶとさをちょっとは見習ってほしいですね。メルティちゃんが巻き込まれてねえだけマシか。なんですか、この後に及んでティーガちゃんやメルティちゃんの心配ですか。スバルちゃんは一体どこまで知っているんでしょう。いろいろ聞かせてもらいたいですね。バーガ、お前に話すことなんてねえよ。素直に話した方が身のためですよ。なんだよそれ、話しても話さなくても結果は一緒なんだろ。
言うだけ損だ。お断りだぜ。そうすりゃ怖いお母様にお前はお仕置きされるんだよな。たまーねーぜ。どうしてそれを。あなたは何者ですか。まあいいです。どのみちスバルちゃんが消えればいくらでも軌道修正は可能。お母様の言いつけが守れますもの。ということでお話はおしまいにしましょう。スバルちゃん何も喋る気なさそうですし。さようなら、スバルちゃん。やったわ。うごめいていた虫たちが次々と俺の口に。吐きたくても吐いちゃダメ。むしろおかわりどうぞ。次から次へとえずく俺の口内で虫たちが潜り込んでくる。何を間違えたんだ。俺は何を間違えた。こんなはずじゃなかったんだ。こんなはずじゃ。それじゃあスバルちゃん、お腹の中から膨らんで弾けちゃえ。さくらのおぞましい掛け声、そしてから弾ける俺の体。そこで俺の意識は完全に途切れた。よし、話し合いはこんなもんでいいだろう。私はいつでも大丈夫だぜ、兄ちゃん。兄ちゃん。あ、スバル君大丈夫ですか。スバル君、突然どうしたんだ。兄ちゃんの顔色すげえ悪いぞ。スバル君。スバル君、お水です。悪いレム、確かさっきも。はい、先ほどもレムはスバル君にお水をお渡ししました。それでスバル君はやはり体調が優れないのでしょうか。もし水も飲めないような状態でしたら、今度こそレムがかいがいしくスバル君のお世話を。うめえ。てな感じで水は飲める状態だ。かいがいしいお世話はまたの機会にしとくよ。そんなご遠慮なさらずに、ぜひレムにかいがいしいお世話を。なあ、私はさっきから一体何を見せられてるんだ。教会に侵入してにやけずらの兄ちゃんに会う必要がねえなら、私は行かせてもらうぜ。なんだか体調が悪いみたいだし、兄ちゃんはそれどころじゃなさそうだもんな。いやいや待て待て、俺はもう大丈夫だから作戦を開始しよう。で、そういやどこまで話が進んでるんだっけ。は？何言ってんだ兄ちゃん。あとは行動に移すだけって状態だろ。話し合いは終わってるよ。少なくとも私には特にね。兄ちゃんたちもそうなら、とっとと行動に移そうぜ。ああ、わかった。俺からも特にはねえよ。フェルトが大丈夫なら、俺はオーケーだ。レムからも特にありません。スバル君の体が大丈夫なら、行動に移すべきだと思います。気遣いありがとうな、レム。俺の体はこの通り、大丈夫だ。ということで。
侵入ミッション開始だ。フェルト、レム、打ち合わせ通りよろしく頼むな。